ブリバリブリバリあげて、プチパチプチパチあげて、チートあげすぎ、なんぼあげる気、お前の口の皮ペロまるで。みんな、サンチェが6月18日にエディオンスタジアムで開催されるサンフレッチェ対セレッソ大阪の試合に招待してくれるってよ。やったー。アゲタとヤマダはスタジアムにも登場するし、他のみんなは会場限定アニメにも登場するって。しかも、え、マジでアゲタとサンフレのコラボグッズも販売されるって。やったな。じゃあわしはバックスタンド屋台じゃの。アゲタ考案、ガンスをバンズで挟むガンスバーガー、容器にわしらのシール貼ってブリアツって書いて3000円。僕は飯蔵とメインコンコース屋台ね。その辺で買った唐揚げ弁当に僕らのシール貼って、蓋にバリアツって書いて5000円。僕とポテスケはお祭り広場ね。せやな。とりあえず紫の T シャツに俺らのイラスト貼り付けて、後ろにクソアツって書いて8000円。サンフレッチェ関係者にバレんように、でも大胆に荒稼ぎするで。丸聞こえですけど。だって今シーズンのサンフレッチェのスローガン、プチアツに似せたインチキ商品なんか勝手に売らせないよ。だって。ほんならみんな、6月18日エディオンスタジアムでお待ちしてます。また民さいよ。